ウエスト、皆さんこんにちはかな、こんばんはかな、今日は見て分かる通りこのメンバーでウノしていきたいと思います。絶対違うよ。麻雀をしていきたいと思います。麻雀ね、最近なんかちょっと始めたり、僕も本格的に教えてもらって始めたりね。ルキが一番深いのはどなたなんですか？あら、僕だと思います。なるほど、ね、師匠未満3人。ちなみに俺1年そんなにしてない、去年ぐらいかな、1年ちょい。でも年でしょ、こっちは月だから。あ、アロンさん、か月でもうジャンタク。そうなんです、ジャンタクをみんなのたまり場になればなと。あ、素晴らしい、なるほど。みんなの憩いの場所になる。はい。結構ね、やっぱり奥深いし、頭使うんで、そうなんだよ、楽しいなって僕も思って、ちょいちょいやってます。それを見てもらうっていう癒し系動画。癒しなのかな。ということで、はい、やっていきたいと思います。よしよし、バレちゃうな、頭の中マジで。これは待ってない、判断間違ってる。くっそ、諦めな。あれ、いやな、そう、ずっとこれしますと思って。確かに。質問やりますか？質問。じゃあ、喋りながら。100の質問リストあったんで。100の質問リスト。それ、いいね。100できた。言うほどここそんな良くないで。はい。OK です。行きます。じゃあ質問しながら麻雀ということで。はい、はい、僕が質問を振って一人一人それに対して親からの順番でいこうかと。OK です。答えていくという West West。 じゃあ1問目、はい、います。あなたの名前は本当に100の質問そのままネットから取ってきたらおもろいです。新野拓磨です。中村光也です。西大吾です。大谷光輝です。なんか改まって言ってこんな名前。自分のことをどんな性格だと思いますか？短期、気分屋、めんどくさがり屋。あ、気分屋、めんどくさがり屋っす。そうなの？はい、さっきっぽい。人見知り。名前出す。3問目が、周りからはどんな性格だと言われますか？明るいって言われることが多いかもしれないですね。よくわかんない。わかんない。何考えてるのかわかんないって。変わり者。それは後輩みんな言ってますね。これ優しいって言われます。あ、こうきくんは、ね、優しいですね。逆にどんなことされたら怒るんですか？ない。大人はないよ。子供に怒ります？子供は。じゃあ息子はさ、息子は怒るよ。それはドラスタてるからなんか。確かに。そうなんだ。自分を動物に例えるなら何？動物？あ、これキリンかな？ロン。あー、いいや。質問のタイミングでリーチ一発。俺のキリンです。キリンです。俺高校の時シベリアンハスキー。シベリアンハスキー。動物に例えると、うん、犬に似てるって顔がね。なんだろう、誰か俺が何に似てるって覚えてないでしょ。動物の、うん、覚えてない。聞いてない、聞いてない。あの時でも覚えてないっていうか、こっちであの点数の話してたから多分。なんだろう、それは分かるわ、大学。食べるときにほっぺにめちゃめちゃ入れるから、それでハムスターにすごい。俺もそれのイメージ。俺カピバラ。優しい。分かる気がする。好きな音楽を教えてください。俺の好きな音楽は、あんまりこのアーティストが好きとか、このジャンルが好きっていうのはないんで、一時期クラシック聴いて寝てました。通って出なかった。いや、わかんないけど、なんか中学校ぐらいの時にイヤホンしてそれを聞きながら寝落ちするっていうのはなんかちょっとね、ちょっとお年頃みたいな。ハマってたと思う。俺もあった。ありました。いや、じゃあ俺は野田目カンタービレっていう。あー、わかります。これむずいわ、喋ってたら全然わかんない。俺最近っていうか、乃木坂はずっと。あ、そうなの。あ、俺初めて知ったけど、アイドル系。割と俺言ってるっすよ、アイドル系。へー、そうなんだ。大学か。まあ YouTube やってたっすよ、プレイリストみたいな。じゃあ、ゆったりめ、ハスキーボイス。あ、そうだ。結構俺の歌とか。結構すごい。ごめん、確かに、大学くん、それこの間、お前の歌俺結構好きなんだよなって言ってくれたの、ちょっと嬉しかったね、実は。僕、ももクロス。すごいんだよ。どこがいいんすか？どこがいいんすか？全部いいっすね。
それきっかけなんですか。きっかけ好きなテレビに出ててたまたま、もうその知るきっかけがね、ゴッドタンにゲストで出てて、ゴッドタンです。なんかすごいなんかその子たちの曲が流れてて、で頭から離れなくて、なんかそれ濃いですね。口ずさんじゃうみたいな、なんかちょっと集中しないですか。今リッチどうなってるんでしょう。はい、ジャンゴさん最初からこの回だったんじゃないですか。かもしれないです。開始2時間40分で聞いてました。次の質問、好きな映画を教えてください。好きな映画、映画なんだ。まあ、結構アクション好きなんで、はい、007系とか結構好きです。アクションテンポがいい。アリーチロン、あ、安い、安くない。ファイヤーをいいてドラドラ、リーモーだけやめてくれよ。コナンの映画を毎年見に行きます。映画だけ見てる。車さえ分かればいいかな。車のワード出てないでしょ。全然出てないです。名前だけ出てます。あ、そう、え、あれじゃないの、カラスマじゃないの。誰誰誰、カラスマ。僕ね、結構ジュラシックパークとか好きっすね。あら、じゃあまあライフイズビューティフルとか10人の。そうだ、楽しいっすか。いいよ、見よう。え、感動する、なんかね、世界一温かい嘘みたいな。で、子供を守るお父さん。あ、嘘、嘘は良くない。素晴らしい、深いようなやつですね。そんなボンジョルノポリチペースターっていうね。流します、一回これ。親流します。親流します。息子が見るやつ一緒に見たりすることが多いんで、ジュラシックワールドずっと見てたし、ミニオンズも見てたし、はい、もう一緒に見る感じです。なんか僕が見たいの見るっていうのも。あなたのヒーローは誰ですか。正直今すぐ出てこないの。ヒーローいねえな。将来旅行したい国は。アマゾンとかそっち系行きたい。あ、イギリスとか行きたいなと思います。行けよ、行けよ。俺ね、最近ブータンに行きたくて。そう、P ですね。スモン、サン、アンペイ、1、2、3。興味出てきたんだけど、最近海外好きじゃないんで。強いて言うなら、マカオっすね。子供の頃の夢は何ですか。俺何だったんだろうな。夢なかったかもしれない。夢なき子みたいな。俺親。すみません。強いて言うなら、サッカー選手に行くんですよ。サッカー選手以外ないんだ。ここまでサッカーの方がいいかわかんないですけど。多分仮面ライダーになりたかった。一瞬ドッジボール選手になったんですけど。小学校2年生の時にドッジボールハマりすぎて。皆さん健康に気を使ってますか。使いたいですね。使いたい。ご飯系はちょっと気にしてます。大悟さんは言わずもな。そうですね。割と使ってますね。YouTube に見ていただければと思うんですけど。使ってない方だと思います。使ってない方。美容に気を使ってますか。あんまりないかもしれない。洗顔とかほぼしたことない。え、最近結構日に当たる職業なんで。洗顔とかする。洗顔は一応しますけど。もしないっす。そんな感じにしないっす。自分の容姿には自信がありますか。いや、俺は最近なくなったね。最近最近なくなったね。最近っすか。ちょっと僕飛ばさないと。あー、やばいやばいやばい。お前、そういうの喋ってると思う。俺はないっす。容姿だけで言ったら別にトータルで見たら。トータルそうだし。ああ、そうですね。生き様的なのは。大谷さんはどうですか。全然です。全然です。でも出た試しないですもん。アウトドア派ですか、インドア派ですか。意外と俺インドアかもしれない。おお。完全にインドアです。アウトドアです。アウトドアです。ですかね。まあ、どっちも別に楽しめますけどね。インドアです。インドアですか。お一人の時とか、何をして過ごしてるんですか。インドア。謎だよ。そんなもんないの。俺謎っすか。なんか今までは出会ったこともない人種なんだけど。そうなんすか。じゃない。こんな怒んない人っていうかさ、なんかその争い事で向いてないでしょ。向いてない。そう。でもね、やっぱそのくらいの方がいい気はするよね。なんかパートナーにしてあげたいこととか、一回女性にこれしてみたいみたいな。幸せにしてあげたいっす。してあげたいもんねえな。特に別に自分の中で決めてることはないかな。記念日は重要ですか。大事にする人いますよね。ってことは、いや、あるね。俺は相手次第です。いや、まあ結婚記念日とかだな。まあ、それは重要だよ。さすがに結婚記念日は
忘れるの、それはないがしろにします。ないがしろにしないっすよ。中学校ぐらいの時に2ヶ月3ヶ月ぐらいの記念日にメールみたいの来て、それをそうだねみたいな感じで返したら、え、何それみたいなんでチョコレートのちょっと虎なんだって、え、ちょっとこれどういう返ししたらいいのみたいな、そちょ一応何月何日に付き合ったねみたいな、そういうのあんの君たちは。君たちはってどういうことですか。俺あんま気にしないですよ。アナログ派ですかデジタル派ですか。デジタルじゃん。デジタルだと思います。大分さんはでも結構こうアナログな部分はアイスイメージあるんでしょうか。うん、どっちつかずですかね。どっちもいい。次行きましょうか。スルーされ今欲しいものはペット触る犬、めちゃめちゃ犬だけど、うちペット禁止です。やめてください、どういうことですか。いや、分かるぞ、私分かるぞ。手に入れられそうにないもので言うと、ダムダムっていう。ダムダムですよ、ダム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 欲しいんですか。自分専用の釣りのダムにしたいみたいな。電力会社でもそういう。歴史上の人物で一回会ってみたい人とかいますか。ここでつもらった。うわ、あれ普通にやりたいわ。織田信長が裏切ったやつ、この明智さん、何があったの聞きたい。いやだって今あれですよね、だって俺らが習ってた歴史とまた今違ってきてるし、ね、あ、そうなんか頼朝の写真が違ったとか。そうですね、そうですね、はい、言うと言うともそういう目だと会ってみたいかもしれないですね。そうです、本当は俺はもう家康に埋蔵金どこに行ったのかっていうのを経過でなるほど、8種か9種だったら狙う。すごい自由な会話が飛び立ったそれだったら俺ルヴァンの決勝見たかった。全然俺チームいなかった。俺恐竜が滅ぶとこと、あ、はいはい、本当に滅ぶ、次滅ぶとこと。息子今恐竜好きで、はい、余裕あるんだ。そうなんだ、マージャンが慣れてるから。なるほど、はい、そこ2人で会話してるだけじゃねえ。すごいね、答えれる。すごい、確かに。まあでもね、何百年前かに地球に来た宇宙人だから。あ、もう言うなよ。すっごいいい質問なんだろうけど、俺終わりました。バカだから考えられないよな。そう、国士気づけねえな。国士終わりました。え、国士分かってなかったっすか。うん、大悟さん何かありませんか。なんだっけ質問。でも何か本当に変わる時っていうか、だよね、多分ね、その時世界がね。自分自身のことを一つだけ変えれるとしたらどこを変えますか。もっと大人になりたい。自分の幅が広がるかなと思います。社交的にはなりたいんじゃないかなと思うんですけど。大悟さん今余裕ないで背高くなればいいんだと思います。ああ、そうなんですね。もうちょっと酒飲めるようになったらいいです。まあ飲めなくはないんですけど、好きじゃないんで。ああ、飲まないです、ここ。まあ奥さんは割と好きなんで一緒に飲めるかな。奥さんに対してなんかワイあるわ。ワイある風に見せてふぅ。そうそう。一つだけ特殊能力が使えるんです。これはもう瞬間移動ですね。違うね、透明人間とか。透明人間になって、それが一番いいね。何をしないかですね、透明人間になって。女湯とか女湯とか。あー、でもみんななんかそういうのあるんじゃないですか。これはあんまり裸よりもちょっと着てる方がいいよね。みんなあんまり裸好きじゃないんだ。ね、チラッと見えるのか。そう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 。あんまり裸好きじゃないんだ。じゃないんですよ。あ、それまだ若いね。君は若い。俺はまだ何も言ってなかったですけど、時間をね、止めるとかね。時間を、そうそうそう。それは何したいですか。いや、なんか例えばそういう能力もあるなと思って今言っただけです。あ、なるほど、あ、すいません。俺マジで、あの、覇気使えるようになりたいです。ああ、全部面白く思ってないやろ。そう、辛い気持ちくれ。老後にしたいこと。これは俺すぐ出てくるよ。結婚してたとして、奥さんとなんか一緒になんかいろんなとこ散歩したりしたい。あのほほん、はい、過ごしたい。俺は日常的な平和ですね。 そう、それはめちゃめちゃ老後したいと思って。ゆっくり、この二人やる気ないですよ。ゆっくりできる。割と比較タスクっすよ。もう使わないと。まあ田舎でゆっくり暮らせるみたいな。まあ変わらず結婚したいし。まあまあ俺はたくさん動物に囲まれてたり。あ、そこは奥さんじゃないですか。奥さんと。いや、奥さんも好きなんで、はい、じゃあいろんな、ちょっと話してるのは、いろんな、ヤホー犬、ヤホー犬が預かったりしたりとか、自分ちの犬いたりとか、あとイグアナ飼いたいって言ってるんで。イグアナ食べられそうっすか。可愛いのよ、意外と。
動物園になりたいってことですか。家言ってしまえばムツゴロウさんになる。ムツゴロウさんぽいなんか優しいし、ムツゴロウさんじゃ好きだし、めっちゃ強いらしいよ。知ってました。